了解だね。なんだかあっという間だったね。でもリハーサルもうまくいったし、あとは練習の成果を発揮するだけだよ。うん、みんなでワンダフォーイの発表にしようね。目指せ金賞、カフェの招待券。さきちゃんが声をかけてくれたおかげで避けられたから大丈夫だよ。それよりドラムは、あ、どうしよう、革が破れちゃってる。え、本当？音が出なくなっちゃうんじゃない？うん、大丈夫、こっちはなんとかするから。二人は発表の準備をした方がいいよ。ドラム、どうしよっか。宿舎にはこの一台しかないんだよね。どうしよう。それは、せっかくみんなでここまで練習したんだし、ちゃんと発表はしたいけど、でも、そうだ、私、他の場所から借りられないか先生に聞いてくるよ。みんなはここで待ってて。
みんなで集まってどうしたの？もうすぐ発表会始まるよ。あ、しほちゃん。あのね、ちょっと困ったことになって。そう、ドラムが。ほなみたちの出番って最後だったよね。うん。でも今から取りに行っても私たちの出番が回ってきちゃうんだよね。でもドラムがないと発表もできないんでしょ。だったら取りに行った方がいいと思う。ほなみたちの出番は最後なんだし、先生に事情を話して休憩を入れてもらって時間を調整すればいいんじゃない？そっか、それなら間に合うかも。その辺は先生とか他の班に相談しないとだけどね。さすがに後のスケジュールにも関わってくることだし。そうだね。でも志保ちゃんの言う通りそれしかないかも。じゃあ私ここに残るよ。発表の時間を遅らせる方法考えてみる。私も M ちゃん一緒に考えよう。うん。それじゃあ私はほなみちゃんを手伝うね。ドラムを運ぶの大変だと思うから。みんなありがとう。じゃあ小羽ちゃん行こう。うん。気をつけてね。とりあえず私の発表はもう少し後だから、少しくらいなら手伝えるよ。ありがとう、しほちゃん。じゃあみんなでほなみちゃんとこはねちゃんが戻ってくるまでの間どうするか考えよう。休憩時間を入れてもらうっていうのが無難だと思うけど、どうかな。それもありだとは思うけど、戻ってくる時間のことも考えたらせめて15分くらいは必要じゃない？休憩時間にしては長すぎだよね。みんな優しいし待ってくれるとは思うんだけど、ずっと待ってるのって暇だよね。せめて待ってもらってる間に何かできるといいんだけどな。お話ししてもいい？ミクちゃん？ん？どうしたの？Mちゃん。電話がかかってきたかも。ごめん、ちょっと待ってて。よし、ここなら大丈夫。ミクちゃん、お話って何？あのね、こそこそこそ。うんうん。うわぁ、それすっごく楽しそう。ミクちゃんが一緒なら私にもできそうだよ。早速サキちゃんたちに伝えないと。サキちゃん、シホちゃん、いい方法を思いついたよ。いい方法って？今からもう一つ発表をやればいいんだよ。え？ M ちゃん、先生たちの許可取れたよ。理由を話したら私たちの発表の前に15分時間をくれるって。10分休憩時間にして5分間発表に使ったらいいんじゃないかな。はい、これ大鳥さんに言われた小道具、他の班の子が貸してくれるって。わあ、ありがとう。後で他の班の子にもお礼を言わないと。アシスタントなんて初めてやるからうまくできるかわからないけど頑張るね。うん、絶対成功させようね。あ、そろそろ出番だよ、二人とも。じゃあ行ってくるね。ありがとうね、しほちゃん。それじゃあ、行ってきます。頑張れ、二人とも。